るか。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。先頭に立ったのは2番レッドインク、ラインゲシカが、そして4番手にラインゲシカであります。内を通ってアテナ、10番オレンジディーバ、それから労働組メジャートランスジェンダー、外を通りまして11番ダークサイド、エボリューションがその後ろ、そしていたセラズサンクタムと謎の歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。セラザサンクタム直線の伸び足はどうか。アテナが3番手、内から懸命にロイヤルファング、先頭はレッドインク、頑張る頑張るダークサイド、そしてその後ろからセラザサンクタム、アテナも懸命に追うダークサイド、そしてセラザサンクタム、ダークサイドが先頭に変わった。1着セラザサンクタム。1着14番、2着11番、3着3番、以上のように確定しました。